はい、皆さんおはようございます。今日は2月18日土曜日、いよいよ J2 リーグ開幕しました。昨日ね、 J1 が、一足早く開幕したわけなんですけれども、マリノス対フロンターレということで、かなりマリノスのねプレスの強度、完成度の高さ見つけられました。いや、素晴らしかったですね。うん、まあレノハもね、いつか J1 に行きたいということで、僕も応援してるんですけれども、なんとかね頑張ってほしいです。ということで今日は、実開幕、レノファ山口 FC VS 大宮アルディジャ、さあ果たしてオレンジダービーということでどうなるんでしょうか、見ていきたいと思います。では早速いきましょう。ということで、レノファ山口臨時駐車場に到着ですね。ここから歩いて向かいます。今回僕が止めさせていただいた駐車場は、山口県トラック協会っていうところの臨時駐車場になるんですけれども、ここからねスタジアムで徒歩15分ぐらいですかね、もうちょっと短いかもしれないんですけれども、非常にいいところで、途中ねコンビニなんかもありますんで、いつも利用させていただいてます。本当にねありがとうございます。じゃあ向かっていきます。ということで到着ですね。レノハ山口のホームスタジアムです。維新ミライフスタジアム、残念ながらねちょっと今日雨なんですけれども、しっかり試合の方を楽しんでいきたいと思います。このような感じで、スタジアムのね横の道には選手の上りが出てます。これは誰でしょうか。これ矢島選手ですね。いきなりフルス対決ってことで、かなりね注目が集まってるんですけれども、新たにねレノファの心臓となれるかどうか注目していきましょう。矢島選手頑張ってね。こちらはスタジアムの正面玄関ですね。去年と違って、演出を言いましょうか、飾り付けがしてあって、殺風景な雰囲気から、このようなねレノファカラー一色になったということで、かなりいい感じなんじゃないでしょうか。で今ですね、先行入場の整理券をもらいに来ました。昨シーズンはゴール裏で整理券配ってたんですけれども、今シーズンはメインの方で、配られているということで、皆さん気をつけてください。43番ですか。結構皆さん、じゃあ僕も結構早めに来たんですけど、まだね皆さん早く来られてるってことで、いや感心ですね。はい、ということでこちらのニットマフラー、それからね今シーズンのユニフォーム買ってなかったんですけど、レプリカユニフォーム出たってことなんでこちら買いました。一応 O サイズ、 L がね若干ちっちゃいんですよ僕、 L と O の間ぐらいなんで、一応 O サイズ買いました。これ着てね、今日応援したいと思います。 UPR 入ってますね。はい、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。お、なんか出た、マジ当たり当たりみたいです。グッズです。グッズ、おこちらは、株式会社徳山さんのブースになりますね。はい、こういった感じでレノファ神社ってことで、多分昨シーズンの途中からですかねやられたと思うんですけど、すごいこの神社が来てから成績が一気に良くなったんで今シーズンも期待してますね。はい、って感じ でここにですね、ステッカーなんかもあるので、皆さん持っていけるってことなんで、ぜひね取ってください。はい、こちらです。そして、徳山さんのブースでおみくじが引けるんですけれども、これね超大吉、ちょっと超が見えづらいんですけど超大吉ってことで、いつでもレノファを応援しているあなたが来たから今日も勝つと。僕あんまりね大吉とか引かないタイプなんで、今日絶対勝つと思います。はい、一生懸命ね応援したいと思います。ということで、なんかガラポンも大当たりしたんですよ。このねレノファの L 台のフラッグ当たっちゃいました。
今日ね、あのさっきのおみくじも超大当たり、超大吉かだったですし、ガラポンも当たったってことで、いや今日絶対勝ちますねこれ。はい、絶対勝ちましょう。時間は1分で、直径約5メートルのサイズケースの中で行います。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、今日は肉玉焼きそばを買ってみました。めっちゃうまそう。いや、朝から何も食ってないんで、ちょっとね、すぐ食べたいと思います。お荷物ないですね。こんにちは。金貨入ってないですかね。すみません、ありがとうございます。はい、先行入場完了ですね。いやー、いよいよシーズン始まりますけれども、楽しみです。もう何回も言いますけど、絶対勝ちます。お疲れ様です。お願いします。はい、どうぞお入りください。ありがとうございます。はい、ホームゴールラ入場です。いやー、1年ぶりじゃないな5ヶ月ぶりぐらいか。いいね、やっぱいいっすわ。スタジアム来たって感じする。今日の相手大宮アルディージャってことでね、オレンジダービーですよ。まあお互い勝ちたい一戦になると思うし、まあ、開幕戦ね、絶対重要な一戦になるんで、うん、なんとかね、勝ちたいです。はい、ただいまキックオフの1時間前ですけれども、急にまたね、雨が強くなってちょっと心配ですね。雷が鳴らなければいいかなって思ってるんですけど、なんとか止んでほしいです。
ということで、大宮アルディージャー相手に1-0、山口勝利です。いやーよかった、矢島選手よく決めてくれたし、コロコロってボールが転がっていって、なんかね、吸い込まれていきましたよね。本当嬉しかった。いやー雨の中ね、一生懸命みんなと応援した甲斐がありましたよ。もう抱き合いましたから、点取った時よかったです。はい、ということで、ゼロハン山口勝利です。おめでとうございます。まずは2023シーズン開幕戦の勝利、おめでとうございます。はい、はじめまして、矢島慎也です。よかったですかね。かっこいい挨拶代わりのゴール。いや、決勝点となりました、あのゴール、ちょっと振り返って。はい、ということで、レノファ勝利したんで、山口一番っていうラインダンスがあるんですけど、僕ね、パイフラ振るんで、すいません、そのシーンは撮れないです。ごめんなさい。こんな感じで選手来ます。本当でも今日びしょびしょになってたんですけど、もう勝ってたんでどうでもいいですね。いやーよかった、おめでとうございます。皆さんも、ね、気をつけて帰ります。ということで駐車場到着です。はい、ということで帰ってきました。今回ですね、ありがたいことに僕が購入したものもあるんですけれども、いただいたものも一部あるので、ちょっと紹介していきたいと思います。こちらが神垣陸選手のタペストリーになります。神垣選手個人的にかなり好きなので非常に嬉しいですね。また上の方には紐が通せるような穴もちゃんとあるんで、部屋にね飾ってみようかなって思ってます。ありがとうございます。そして今シーズンの前半戦のポスターですね、いただきました。前アンテナショップに取り行った際にちょうどなくなっちゃったんですよって言われて嘆いてたんですけど、そこにツイッターでね、とある方がまだありますんでよければと声かけていただきました。で今日はとにかく雨がすごかったんですけど、梱包もめちゃくちゃ丁寧にやっていただいてて、いや本当に優しいなと思いました。ありがとうございます。大事に飾らせていただきます。でちなみにこの大きなフラッグは、抽選会で当たったフラッグですね。これタダです。こんな感じで僕の部屋がだんだんレノファカラーに染まってます。ここからは僕がですね、昨日の試合を見ててちょっとね気になった点がいくつかあるので、この楽天で1000円ぐらいで買った安い戦術ボードを使って見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに赤がレノファ山口、はい、そして黄色が大宮アルディージャという配置になります。はい、よろしくお願いします。まずレノファとしてはビルドアップに相当苦しんでました。まあ見ていただいた方はかなりねたくさん気づいた方は多いと思うんですけれども、例えばですね、この生駒選手がボールを持った際に相手のね2枚のフォワードがこの佐藤健介選手のパスコースを切りつつセンターバックに牽制をかけてくると、こういった感じ でこの選手はずれると、はい、で逆の選手に渡ればこういう感じで同じような連動をして、とにかく佐藤健介選手のパスコースを切ってました。まあ、これによって、レノハとしてはね出しどころとしてまずこのサイドバックっていう手が一つあるんですけれども、このサイドバック高橋選手に出したところで、相手のねサイドハーフの選手がすぐ寄せれるような立ち位置になってましたので、なかなかねこう高橋選手が前を向いた状態でボールを蹴れず、プレッシャーによってまたすぐ下げてしまうというシーンが見られました。こういった時に、まあやり方として一つ偽サイドバックを使うっていうのは、やはり手段としてあって、でレノファの選手のね特性を生かそうと思った時に、昨日ここの右サイドバック僕はですね前さんを予想してたんですが、ただベンチ外ということで、高橋選手がね起用されてました。で高橋選手は割とこう中に入って
プレーをしてほしいっていうよりは、僕は、ね、以前からこう後ろに残ってプレーをしてほしいなっていう選手だと言ってましたんで、であれば高橋選手がですね、このセンターバックの位置に入ります。で、生駒選手ずれる、でヘナン選手ずれると、はい、でこの時点で、相手の2トップに対してレノハは3枚でボール回しができるので、数的優位の状況が作れます。でもっと言うと、ここの佐藤健介選手が1つずれます。でこれによってここスペース空くので、左の沼田選手ですね、サイドバック、ここがまあボランチ的な感じで入ってきます。はい、こういう動きをすることによって、例えばですね、このヘナン選手が持った時に、この沼田選手にですね、もともとマークついてた選手がついてくるんですけれども、この瞬間に沼田選手が一つこう左にですね、入れ替わるように立ち位置を取ってあげることによってパスコースができます。はい、でこの時点で打開できてますし、ここにね、一度当てて、ここスペースあるんで、もう一度受けて、こんな感じですね、どんどん進入していくと。で、皆川選手裏抜けてもいいですね。ここを開くんで、まあ、当然ね、レノファのこの選手が狙ってきます。ずれてもこう後ろからどんどん進入できると。はい。で、こういう感じで、クロスを上げてもいいですね、対角線上に。はい。で、ゴールまで行くというシーンは あってもいいのかなと思ってました。あとですね、まあ、レノファはディフェンス面においてもちょっと曖昧だなって思う部分が、まあ、あったんですけど、例えばね、このオミアリディジャの右サイドバックの選手、この4番の選手ですね、がもうボールを持った時に、まあ、皆川選手はこっちに牽制をかけてるんですけれども、いけるようにね、はい、でここですよ、もうどっちが行くの問題ここ何回も見られましたよね、昨日。うん、私ここの選手が仮に行くと、矢島選手が行くと、逆にここを埋めなきゃいけないんで、うん、その労力もあると。っていうことで、ここは、レノファとして課題じゃないですか、一つ。はっきりマークさせた方がいいなと思ってましたんで、今後どういう、プレスの書き方ですね、また約束事を作っていくのか、一つ僕、注目していきたいと思ってます。ということで、まあ、総合的に見てですね、組織的に崩せなかった、また守備においてもそうですね、もう少し連携が必要だったという印象を受けましたね。ただ個人の能力はやっぱ皆さんものすごい高いなと思いました。で、大宮アリディージャとして誤算だったのが、おそらく、この左ウィングの小林誠吾選手がボールを持った時に、僕もね、ダゾーンで見返して、このね、小林誠吾選手、縦にめっちゃ速いんですよ。解説の方も言われてたんですけど、まあ速いんですね。なので、この4番のサイドバックの選手が結構ぶっちぎられるっていうシーンがあったので、はい、ここからこうね、中に折り返してっていうところは、大宮としてちょっとかなり予想外だったんじゃないかなと思ってますし、僕からしたらね、嬉しいサプライズだったので、非常に突破力ある選手がレノファに加入してくれたなと思ってます。はい。だからこそ、組織がね、もう少ししっかりしてくれば、僕が思ってる以上に、もしかしたらレノファは上の順位に行くのかなっていう、そんな期待も持てるような、チーム編成になってました。以上です。またですね、今回総括して、東京の方ではパブリックビューイングもあったということで、いやーもう僕だけじゃないですよね、日本全国でレノファを応援していこうっていういい流れができつつありますよね、うん、で最後跳ね返せたシーンも絶対、まあ、スタジアムに来られてた方、テレビに見られてた方もそうですし、日本各地からねレノファを応援する人たちの思いが、通じて跳ね返すことができたと思うので、本当ね皆さんありがとうございます。そしておめでとうございます。はいということで、ちょっと長くなってしまいますんで、この辺で終わりにしたいと思います。またね、ジュビロ予選取れれば、試合の模様なんかお伝えしたいと思ってます。はい、ということで、この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録、あと高評価、よろしくお願いします。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。